投票被害が懸念される中、連日多くのお客さんで大にぎわいです。どうですか、こういう記事のアンコール曲というのは。震災前に比べてお店の売り上げも3割増しになったといいます。福島第一原発を知るところになると、なかなか復興への足取りというのは進んでいかないと思うんですが、一方で